笠掛けとは、失踪する場上から敵にカブを放ちまとをいる、日本の伝統的な汽車の技術、稽古、儀式、様式のこと。ヤブサメと比較して笠掛けはより実践的で、標的も多彩であるため技術的な難度が高いが、格式としては、ヤブサメより略式となり、余興的意味合いが強い。ヤブサメ、犬大物と並んで、汽車三物と称された。現在は、 笠掛とも表記する。群馬県日田郡笠掛町の名は、源頼朝がこの地で、笠掛を行ったことに由来するという。笠掛の起源は明確ではないが、文献上の書出は、平定下の、定下、阿尊期で、京都木塚藩の奈良への王冠の都市において、当時藤原氏の警護を務めていた、源頼都市の家人たちによって行われたという。また、 同時代の藤原明平が表した、新猿楽器にも記述がある。後世、源頼朝により始められたとする説が流布したが、誤りである。初期の頃は安土にかけた、あやえがさを的に余興的、遊戯的に行われていたが、後に直径一尺八寸の木枠、もしくは木板に牛皮を貼り、中に、麺、毛、藁等を入れて、クッション状にしたものを的とし、 木枠に張り吊るした。矢は、引き目矢を用いる。戦場での記者や、狩り等の、より実践的で確実に標的に中てるための、稽古として、また余興、記者の腕を競う勝負事として、儀礼的な側面が強い矢部様とは別に独自の、発展を遂げた。笠掛けは、平安時代から、盛んになり始め、鎌倉時代に最盛期を迎える。この頃には、犬王者、 やぶさめと並んで、記者産物と称され各地で行われた。室町時代に入り幕府衰退と共に次第に衰退していった。江戸時代中期、徳川吉宗により復興を見るが、明治維新以降は再び衰退する。現在は、武田流、小笠原流等がおののに伝わる作法に則っ,って保存しており、上賀茂神社の笠掛け神事、三浦の道ず祭り、緑市、 傘掛けなどで見ることができる。傘掛けのババは、直線で、長さは一丁イコール五十一杖である。馬の走路を所と言い、両脇にイラチを設ける。ババボンから三十三杖の地点、進行方向左手側に的を設置する。装族は、ひたたれなどにムカバキをつけるが、袖はくくらず、シャコ手もつけない。ヤブサメのように傘をかぶることはなく、えぼしのままである。 これはかつて自らの傘を敵にしていたためである。傘掛けには、的のありさま、行われる目的、様式の違いにより、数種類ある、主な流派記者産物関係する武術や武道。ありがとうございます。